早速今日も見ていきたいと思います。いくよ、せーの。すごい服着てる。ちょっと待って、聞いてない。顔面ピアス流行ってる感じ。ちょっと嘘って言ってほしいかも。え、これどこ？わあ、すごい。違法賭場とかそういうこと？え、ナンプレある？スミさん、それはちょっと聞いてなかったな。怖いかも、次。ちょっと。ありえないから。こんな瞳ありえないから。あー、すごい。ちょっとスミさん、助けろよ。もうねえ、スミさんすごい似合ってる。多分開けないと思うんだけど、すごい似合ってるよ。あとこれもすごい素敵。ちょっと待って。じゃあ、あんたもしかしてタトゥー？スミさん、タトゥー？口ピに加えタトゥー？ 3 枚目で突然お披露目するタトゥーある？冷静になれない。見せてくれない感じ。もうこの一枚だけ。嘘でしょ。こんないっぱい写真あってここしか見せてくれないの。ちょっと良すぎかな。あー、ヒエンさんだ。心の準備。あー、片目隠れて。ちょっとこのペイントとかも含めてさ、すごい色味すごいな。あ、絆創膏。え、これ絆創膏ってこと？良すぎて顔面まともに見てない、怖くて。あー、すごいから、あ、やっぱ絆創膏だね。これ一番名前の通り食ってるんじゃない？アイエンさんがちゅっか皿ごと食おうとしてる。めっちゃいい。よいしょ、いい。あ、かわいい。あ、かわいい感じだ。これめっちゃ好きなんだけど、なんていうんだっけ、七色の小指につけるやつ。めっちゃ小指じゃないけどかわいい。スイミンさんがあまりにもおしまいすぎてすごいかわいく見える。色味の問題かな。よいしょ。いや、何が可愛いじゃん、バカ。もう塗装がいいんだから。期待を裏切らない、おしまいをありがとう、マジで。いや、ちょっともうごめん、ちょっとこれ見てらんないわ。あー、すっごいいい感想がもうすごいしか出てこない、ごめん。で、今日全員のやつもあるからね、全員の。せーの、よいしょ。いや、もうちょっと待ってよ、終わり。あ、そうだ、あんたマイピの人、あんたマイピっていうのね。ピリだよ。いや、ちょっとありえない、スミさんいる。ぜー、あ、ねえ、一気におしまい見せないでもらっていい？てか衣装やば。こんな衣装だったんだ。丸見えじゃん、ここ。やばすぎるだろ。ひぃ、なんで見せてくれないの？そうか、こっちがハラハラしてるから、あんま見えないんだね、マユピが。二年マユピもっとガンガンに出していいんだよ、ピリみたいに。頼むよ。あ、これ好き。めっちゃいいんだから。いや、すごいから。ここ何？てか、やっぱ髪色すごいね。鼻水出ちゃう。いや、えぐいわ。もう一枚あるね。どうしたらいいかな？あー、いい。すごいいい。この人おしまいなんですけど。いや。もうさっきから。ずるいじゃん。すげー。いや、ちょっともうちょいマイピ見せてほしいかもって思ったけど、ちょうどこの隙間から2本綺麗に見えるね、これ。ありがとう。みのさんありがとう。いや、ちょ、あー、最高。髪の毛可愛い感じなのにマイピなのが最高。ピリありがとう、ほんと。ほんとに開けてもいいやで。え、ちょっと怖いから一回飛ばすね。うっか。やめないか。チャンミさんやめないか。おしまいやめないか。死んでしまうが。いっ、もう、よくないよ。よくないよ。え、こんな感じだったの、ここ。めっちゃ可愛い。衣装もめっちゃ可愛いね。あ、これセットアップなんだ。めっちゃ可愛い。助けろよ。助けてくれないか。終わり。ヒョンジンさん助けて。髪色やっぱすごいよ。あとカラコンもすごい。どうしてくれんの？ストレイキッズ。ちょっと待って、とんでもない。ちょっと、いや、ちょっと、あの見せてほしいかも。立って、あ、おしまい。何これ。怖い。動いた時に初めてやっとわかる。タトゥーやばすぎるだろ。もう違うじゃん。え、写真と全然違うんだけど。おしまいすぎる。え、おしまいすぎる。え、何してんの。え、怖っ。え、もう一回見ていい？嘘でしょ？ 100% おしまいなんですけど、可愛い要素一つもない。ごめん、本当に無理。